こんにちは、ロニプーです。今回はですね、ベンダー様より商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。はい、サウンドバースピーカーになります。取扱説明書、外部入力用の 3.5 ミリステレオオーディオケーブル、 AC アダプター本体になります。黒でですね、いいデザインになってると思います。裏面はですね、このようにですね、足がついてます。で、ちょっと角度がですね、このようにちょっと上向きみたいな感じになっています。上部の方ですね、電源、それからボリュームのアップダウン、それから曲の送り戻しですね、停止と再生、それからタイマー機能ですね、それからランプの切り替え、 LED ランプがつくようになってるんですけども、そのモードの切り替えのボタンがついています。そしてこちらの方がマイクということになっています。はい、そして裏面の方を見ていきましょう。壁にネジを取り付けて、そこに引っ掛けるということができるようになっています。付属のこの紙のところにですね、ネジ穴を開けるときのちょうどこのサイズですね、この本体とほぼほぼ同じサイズのデザインのですね、これですね、これを壁にこう当てていただいて、ネジを取り付けると、そうするとぴったり水平に置けるんじゃないかという、こういう嬉しい設計図といいますか、作業用のですね、ペーパーがついています。こちらにですね、電源があります。そしてこのスピーカー、一応 Bluetooth スピーカーになってるんですけども、もちろん有線で外部入力としてですね、使うことができます。そしてまた入ってきたものをですね、アウトプットすることもできるようになっています。はい、低音域をですね、強調するためのバッシブラジエーターが2つついています。デュアルバッシブラジエーターという構造ということになっています。そしてメインの方はですね、この正面のところを見えてますように、この2つですね、スピーカーがあります。こちらの方はですね、52ミリのスピーカーということで、小型タイプのスピーカーですけども、それなりにですね、出力としては最大14ワットのですね、出力を持ってますので、先ほどのですね、デュアルバッシブラジエーターによってですね、低音を強調することができると。このスピーカー自体は小さいですけども、こちらの裏面のですね、バッシブラジエーター2つでですね、低音をですね、増幅することができるようになっているスピーカーです。バッテリー式じゃなくてですね、 AC アダプターで接続するタイプ、パソコン用のスピーカーとして使ったりっていうのがですね、ちょうどいい、程よい大きさじゃないかなというふうに思います。キーボードがあって、モニターが上にあるっていう、ちょうどいいサイズになってるんじゃないかなというふうに思います。また液晶のテレビのですね、スピーカーとしてもですね、壁掛け、もしくはテレビのスタンドの前にこう置くということで、サウンドバーのスピーカーということで、有線でですね、テレビの音声、テレビゲームしたりっていうのもあるでしょうし、それから映画を見たりっていうのもあるでしょうし、そして Bluetooth でですね、 iPhone なんかと接続をして音楽を聴くっていう使い方もできるスピーカーで、多機能な部分があるんじゃないかなというふうに思います。大きくもなく小さくもなく、ちょうどいいバランスのですね、スピーカーじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、実際にちょっと電源を入れて iPhone と接続してみたいと思います。電源を入れてみたいと思います。はい、このようにですね、 LED ランプがついて、今 Bluetooth の設定になってます。今ですね、 iPhone の方と接続ができています。音楽の方ですね、プレイしてみたいと思います。はい、で今ですね、このようにですね、いろんな色が変わるモードになっています。でこのボタンを押すとですね、はい、また違うイメージのですね、呼吸してるような LED ランプに変わります。はい、そして次、はい、これはですね、リズムモードといいまして、リズムに合わせて、音楽のリズムに合わせて点灯するっていうタイプの LED ランプになっています。はい、これなかなかね、刺激的でいいんじゃないかなというふうに私個人的には思っています。はい、そしてもう一度押すとランプが消えますという切り替えができるようになっています。はい、とこれしておきますね。ちょっとボリュームが大きい、これで小さくします。はい、このようにですね、ボリュームの大きさをコントロールできます。こうですね。はい、はい、
で、音質なんですけれども、Amazon のレビューの方ではですね、いまいちっぽいことを書かれてる方もいらっしゃるんですけれども、このサイズで、この音質だったら十分じゃないかなと私は思っています。まあ、14ワットですね。十分あって。で、低音が確かにですね、強調されるということはないですけれども、違和感がない音質で鳴らしてくれてるので、全然問題ないんじゃないかなというふうに思います。停止再生なんですけども、これ停止ですよね。で、再生ですよね。で、今言いましたように、こちら、ボリュームのアップダウンですね。で、これ長押しをするとですね、はい、曲の送り。で、また長押しをすると曲の戻しっていうふうにできるようになっています。タイマーという機能があります。これね、ここを押すとですね、はい、このようにタイマー表示になります。そしてもう一度押すとですね、これね、スタートするんですね。で、それでどうやねんっていうと、いや、単にタイマーですということで、確か99分までですかね。できるようになってます。はい。今、15秒ですね。16秒。で、1分の99分まで、タイマー表示をしてくれます。あくまでもタイマー表示だけです。はい。で、もう一度押すと、これ止まります。で、2回押すと、リセットされます。っていう機能になっています。はい。で、またこれ長押しをするとですね、また元の状態の表示になります。はい。で、今これ、Bluetooth と表示されてますけども、有線を接続すると、LINE と。いう表示に変わります。はい。まあ、このタイマー機能がいるのかいらないのかっていうのはちょっと、どうなのかなって思いますけども、まあ、もうちょっと別の機能があってもいいのかなっていうのは確かに個人的には思います。はい。まあ、でもいろんな機能があるよりもシンプルにですね、音を楽しむという意味では十分このスピーカーいい音が出てると私は思います。ビデオカメラのステレオマイクで、どういう風に音が聞こえるかっていうのをですね、実際の音は違うんですけども、ちょっと確認していただければなという風に思います。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。